明日がやばいだで文人 TV のボロ屋敷の開け方7選。こんにちは、タックです。今回は仮想 YouTuber 文人さんのボロ屋敷の扉の開け方を7つ紹介します。ソロ開け、まずは普段どのように開けているのか見ていきましょう。大迫力ですね。細かい技術が詰め込まれているのが伺えます。ダブル開け、1人より2人、2人で開けることになった際の映像を見ていきましょう。素早いですね。スムーズに出入りすることがポイントになりそうです。パントマイム開け、少し特殊な開け方、主にイベントなどで披露するときに使われる開け方を見ていきましょう。崩れそうですね。少し詰まりましたが、なんとか開けることに成功しています。祭り開け、主に地元のお祭りの際、太鼓の音色に合わせて使われる開け方です。顔に注目して見てみましょう。どんどこどこどんどこどこどんどんどんどこどどんどこどこどんどんどんどこどんどんどこどどんどんどんどこどどんどこどどんどこどんどんどこどどんどんどんどこどどん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 どこどどんどこどどんどん。わーあたりですね。はしゃぎながら入ることで祭りのイメージを象徴しています。救出開け、誰かが捕らえられている、そんな時最も効率がよく安全に救出できる開け方をご覧ください。泥棒でしたね。人助けをするときは相手をよく観察することが大事だということがよくわかります。 VIP 開け、もし総理がボロ屋敷を訪れた際、丁寧におもてなしをしなければいけません。ご覧ください。コンスタントですね。リズムの良い開け方には職人も感じます。忍者開け、最後はもし一生扉が開かなくなった時、一切手を使わずに開けなければなりません。そんな時は忍法を使いましょう。忍びのものですね。それなら手を汚さずに侵入すること間違いなしです。明日がやばいのはよく分かりましたか？まだそんな感じがしないという方は他の文人も見た方がいいですね。コメント欄よりご感想お待ちしております。最後まで見てくれたあなたが大好きです。それでは皆様、また明日。最初はグー、じゃんけーんだで。